いやー、まさかユーゴ、それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやー、どんまい。あー、そうだ、リュウジ。あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌斜めか。ともあれ、アカウントは手に入った。サーバ侵入を。つってもよ、標的のデータの目処はついてるのか？いや、ユーゴからの依頼は、岸辺リエとハッカーだから今回は、神城のメインサーバである、アバロンサ。なるほど。網を張ってサーバ内でやり取りされるデータをか。まず俺と千歳が、こっちの端末から陽動しか。その間にお前は、エデン内からサーバへ侵入して、これで、より機密度の高い状。なーに、うろたえてんだよ。今回の作戦じゃ、陽動やサポートは、高度で熟と。しかも相手は天下の神城様。サポートはお前には新人を卒業するにはいい機会だ。やってみろ。本来は、ログインする際にアバター情報の更新が行われるが、今回はそこをスルーできるよう、こちらです。多少の違和感はあるだろうが、我慢しろ。大丈夫だって。お前結構根性あるんだからさ。持ち場につけ。準備ができ次第、あい。オッケー、始めろ。顔がにやけてる。君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。分かってる？中に侵入したら、だから私の代わりを準備したの。ワームモンを一緒に連れて。分からないことがあったらこの子に聞いて。よろしくね、ワームモン。任せて、エリカ。驚いた？エリカの記憶からハッキングスキルを学習して、ついでに喋り方もエリカの真似して。そういうことだから、詳しくはその子に聞いて。ワームもその子がアバターに変なことし。はーい。って変なことってどんなこと？ここがアバロンサーバーか。サーバーの中心部まで行ってマルウェアを設置するのが。ここのセキュリティデジモンはかなり強力だから気を。初めてなのになんでそんなことがわかるかって。言ったでしょ、私は今。それでエリカの知っている。なんでそんなことができる。エリカの記憶はデータ化されてエデンの中にあるんだよ。だから私と共有。わからないことは何でも聞いて。私もエリカの記憶サーバーから情報を引き出す練習がしたいし。エリカは
脳の制御がうまくできない病気なの。人の脳は本来使う範囲がとてもエリカの脳はその制御がうまくできなくて、エリカは脳の制御がうまく人の脳は本来使う範囲がエリカの脳は記憶をデータ化してエデンの特別なサーバに預け、エリカは端末を介して常にそのサーバと記憶を神城と提携しているセントラル病院で、放っておくと、エリカの記憶サーバから、さあ行こう、もうリュウジたちの陽動が始まってるよ。
あの人が神城の幹部、岸辺理恵だよ。でも落ち着いて。ゆうこちゃん、こんなところで何してるのかしら。私もしかして誰かとで。あら、ついにゆう。それでお相手の彼氏さんはどんな子なのかしら。うん、でもなんか怪しいんだな。うん、あなた疲れが出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない、ちゃんと休まなき。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。またなんとかごまかせたみたいだけど。だね、あの人が戻ってこないうちに。あいつがセキュリティ。待って、倒しちゃダメ。倒したら侵入がバレちゃうもん。うん、ちなみに私はマルウェアとして改造されたから、エリカと同じようなサポートならできるけど。それに、あれ、ほらほら、悠長に構えてる場合じゃ。
これで任務完了。その質問に関する記憶はエリカに直接聞いてみようか。作戦大成功。こいつが入ったおかげでクーディエにも機動力が出てきたんじゃね。でんで、何食いに行く？作戦成功と新人くんの初単独侵入成功祝いだからな。それかお嬢もいないし、どうせならなあ、お嬢にはちゃんと声をかけたんだよな。ああ、返事はあった？いや、はあ、まだだんまりか。ああ、もうやっぱ俺連れてくる。千歳はエリカが初めて懐いた他人で、エリカと3人でフーディエを作ろうと言い出したのも、これは一時期いろいろあって、今回の仕事エリカ言わなくていい。俺が知っていると分かると嫌がるからな。好きなようにさせてやってくれ。あいつの方がよっぽど兄貴らしいの。私で調べ物をするために中野に来たんですが。え、悩みがあるなら。なるほど、つまりあなたは便利屋。確かに一人で悩んでいても拉致が開かないよ。それでは後ほど依頼をさせて。あ、便利屋さん、依頼、お願いしたいことというのは、詳しくは話せないんですが、実はある人と友人のふりをして、それは私にとって、でもどういうふうにすることが。この本屋にあるハウトゥー本はすべ、え、本を読んで学ぶようなこと。ともかく時間がないんです。解説された本よりもっと実践的に書かれているような、例えば小説とか漫画とか。よろしくお願いします。
は？いら、妙な依頼があったもんだな。まあいい、受けたんなら責任持って再…要は、友情がテーマにされている作品のものを持っていけば参考にできそうな作品はたくさん知ってるが、映像で見ることが多いからな。うん、ちょっと。家の本棚から探してきた。こんなのはどうだ？これか。この本はいいぞ。あい、早く依頼人のところに行ってこい。あ、どうも。これですか？なるほど、こんな感じですか。これから控えている作戦は、この友人の振りが肝になるんです。違和感があっては困りますから、私の演技に問題があるかどうか。アンドリア、てめえが何者かどうかなんて関係ねえ。肝心なのは今が腹くくる時や。あたいとダチになんのかな。どうでしたでしょうか。そうですか。でも主人公の友人にかける熱い思いはとても素敵。せっかく持ってきていただいたのに、すみません。これでは、別の本を探してきてもらえませんか？いや、新人、お前も店のチラシ。なんだ、依頼受けてる最中か。で、今はどんな依頼を受けてんだ？友人の参考し、面白そうじゃん。俺にも協力させろよな。そうだ、今ちょうどこんな本持ってるぜ。オッケー、こっちな。大人の余裕を感じる。なんだかどっちもナンパの本みたいだって。その通りだけど、よく考えてみろ。まずはお友達になることが、つまりこの手の雑誌には友情について学ぶエッセンスがこれな。
わかったら試しに持って行ってみな。今度はどうですか？これですか？なるほど。では、遅くなってごめんなさい。待たせちゃったかしら。そんな顔しないでよ。待つのもデートのうち。お詫びじゃないけど、今夜はあなたのために開けてるから。はあ、はあ、でも第一、これ完全に恋人同士のやりとりじゃないですか。そもそもこのタイプの女性は必ず待ち合わせに遅れてくるものであるって書いてありますが、いつも相手なかなか難航して、でもあなたのおかげでだいぶ友人に正解だけを探すことが、資料探し、これは絶対違うという間違いを確定させていくこと、そうですね、イメージがつかめるまで。何？今、なんか失礼なこと考えた。それで、用事なら早く済ませてよ。友人の資料探し？なんでそんな依頼を？ちょうどこの間、学園ものの漫画を読んだの。はい、これだよ。こっちね。はい、どうぞ。言っておくけど、勘違いしないでよ。別に学校に憧れがあるとか、そういう類の意味も、ワームモンを解析する途中の息抜きで、たまたま見てた。わかればいいけど。あと、その漫画店のだから、読み終わったら本棚に戻しておいてね。お帰りなさい。なるほど、これまでのものと比べて、よくわかりました。やだ、転校初日に遅刻遅刻。急いでそこの角を曲がって学校に行かなきゃ。ごめんなさい、誰かとぶつかっちゃった。え、案内してくれるんだ。君親切なんだね。はい、何でしょうか。一体何がいけないんでしょう。え、友達に押す。試しにやってみますね。もう遅い。待ち、あんまり遅いからウルトラスーパー心配。あ、別にあんたのしか勘違いしないでよね。
はあ、うん、この本とてもいいと思います。え、今までに比べて、でもこのセリフを言う登場人物の設定が実はかなり忠実に再現したつもりなんですが、何かともかくこの資料、こんなにいい資料を持っているなんてさすがですね。これと同じ本を探してたくさんいろんな練習もできましたし、あなたのおかげで作戦もうまくいく気がします。リュウジ君、いきなり呼びつけてすまん。いえ、問題ないです。お願いするよ。クライアントのシステムがエラーを起こして攻撃されている可能性がありますね。千歳君、あくびなんかしてると大丈夫大丈夫。俺、オーナーのお兄ちゃんとマブで。それよりさ、バイトちゃん、仕事終わったら飯でも行く。残念、私今日シフト朝までだもん。おっとっと、らっしゃせ。何時間ご利用すか。むしろ今のユーたちを例えるならそうだな。グロッキーイブ、遠足前夜は眠れナイツ、伝わるこのフィーリング。オッケー、すでにエキサイトしちゃってる。イエーイ。